吉田さんお疲れ様ですいや辰吉一郎さんですよね、まあ、すごい人ですよねボクサーってのはここまで人の心を動かすのかと思うわけなんですよでその他私ね格闘技を見てるんですけどもあの朝倉美久留さんのねねね格闘技も,、ね、もう感動します、ね、人が戦って相手をなぎ倒すもしくは朝倉未来さんが倒れるだけなんですけどもそこからね受け取るこの人たちの 歩いてきた人生とか社会に対する矛盾とかねそれから社会的なバッシングとか様々なものがあってあの一発のパンチとかね蹴りとか寝技になってるのかなと思うと全ての技が人生の縮図だなという風に思えてなりませんえそして立吉常一郎さんなんですけどもいやすごいですね次生まれ変わったらって言うけど次はないよと <laughs> そうなんですよハッとしますね 私もね、次生まれ変わったらなんてことを思わないでもないんですけども、そのために打ち消すんですよ。何を悠長なことを言ってるんだと。次にチャンスを求めるよりも、今のチャンスを生かさないとなと。今まだ私は切り札を使ってない状態ですよ。手札どころか切り札をね。勝負するなら最初から切り札を出して、当たってくだければいいのにね。温存しているものがまだあるんじゃないかなと。 その切り札がどこにあるのかを探す日々です。だからこそ全部を使い切って、それでも残る手札の中に切り札があるんじゃないかなというふうに探してるんですけどね。もしかしたらもう使っちゃったのかもしれませんけどね。さあ、辰吉上一郎さんなんですけども、こんなことも言ってますよ。ちょっと長いんですけどもねあ。僕が歩いてる道は遠回りかもしれないけれど、遠回りにはそれなりの景色があるんですよ。僕も見たことない景色がね。 誰も見たことがない。誰も行ったことがない。それをやり遂げるために僕は大きな価値を感じてるんです。ということです。うん。あの、ガチンコファイトクラブって昔、番組あったじゃないですか。今でも好きでね。よく見るんですけども。あれって結局、血気盛んな若者がね、竹原さんの前にオーディションで来て、オラって言ってからね、すぐに勝負を仕掛けるわけじゃないですか。だからあれが決着をつける最短距離だと思ったら大間違いで、 やっぱ竹原さんでも一発のパンチ、一つのフットワークの裏にどれだけ縄跳びをね、踏んできたのか、どれだけサンドバッグを耐えてきたのか、一見遠回りに見えて、おいおっさんいつ試合するんだよって、また今日もトレーニングやよみたいな、そんなね、数ヶ月を時には年という単位で過ごすわけですよ。でも、遠回りに見えて、サンドバッグを打つたんびに、おや、このサンドバッグ打った時にあ、ちょっと防御がもうちょっと高くしてないとカウンター食らうかなとかね。 このパンチを入れるときにいや、下からこうか、こうか,こうかみたいな感じで、100発、1000発の全てのパンチに変化があり、対戦相手のイメージがあるんですよね。防災訓練っていうのがありますけども、あれっていうのも、火事が起きたら、地震が起きたら、水害が起きたら、親父が起こったら、いろんな防災訓練を想定するからこそ、防災訓練なんですよね。最近ね、吉田さん、面白い記事が上がったんですよ。これは必ずしも その防災訓練に参加した人を馬鹿にするわけじゃないんですけども、ある大学でね、ミサイルが飛んできた時の防災訓練をやったらしいんですよ。それが体育館に集まって三角座りして頭を押さえましょう。みたいなことだったんですよ。ミサイルが飛んできてどうなんですかね、それは。<laughs> そんな防災訓練するよりも、シェルターを作るというかね、体育館を走行を厚くするとか、そうした方がいいんじゃないかなと思うんですけども、なんか向こうの かつてのね、戦時訓練よろしく、B29 が上空に来たら、竹槍で、えいえいって落とすような訓練をまともにやってる、そんなね、蒸気をした事態が今日本に来てるんではないかなと思っちゃいますね。さすがにこういうのって、遠回りに見えて、遠回りでしょ。ゴールにはたどり着かないですよね。だから、遠回りの全部がいいわけじゃないんですよ。本当に当てずっぽうの遠回りをしている方が多いと思います。 ビジネスに関しましては特にそう思えるんですけども自分の頭使ってんのかいなみたいな感じですよねで使えるほどの頭なのかなってところもあります、うん、いやこれはね私を振り返っても思うんですよちなみに今日50歳になったんですよね50歳になって初めての億万長者合宿ビヨンドがこんなね長ったらしくなると思わなかったんですけどもでも40代の時に私はねインターネットで金を稼ぐことを知って なんでこれを前からやってなかったんだっていうふうにね自分のバカさ加減に呆れましたようわマージャン出なんてやってる場合じゃねえよ何たる人生の損失だえこんなことが面白いと思ってやってたのみたいなねマージャンに取られた自分を本当にね、あのー、後悔しましたねだからこそ思いますけどもあの10波ひからに言いますよ今マージャンやってるやつはメイン全員バカですようマージャンやってる人間頭が賢いとかねやってる方が思うんですけども全員バカですよこんなの まあ、クズマージャンですよマージャンなんてものがあるから多くの人は人生をスポイ無駄にしてるわけですよねそのぐらい思いますね、うん、まあでもその無駄が楽しいって言われればもうどうしようもないです、うん、かつての私と一緒です無駄なものが楽しいわけですよまあそういうふうにマージャンをね恩があるマージャンを徹底的に叩くわけではありませんけどもでも遠回りをしているように見えて本当に遠回りなんじゃないかなと思っちゃったりしますねじゃあ一体何が 近道なのかどんな遠回りをすれば近道になるのか、まあ、それは一つにはお金の問題解決すすることとかなと思いますねだから億万長者合宿に参加してお金の問題解決したいと思ったのに結局問題解決できたんですかと。億万長者合宿に参加したのは遠回りを遠回りにしただけなんじゃないですかと。ある人が億万長者合宿に参加したら億万長者になれるんですかと言いましたけどもある日その人の。 コメントをねすすることになっっちゃったんですよ億万長者合宿に参加したら億万長者はなれるんですかなれてませんよね。でも億万長者合宿に必ず参加すると考えていた講師は億万長者ですよね。とあの時よりも豊かになってますよね。とうん、だから結局ねどっちの側で参加するかなんですよ。参加者として参加するんだけどもすでに講師で億万長者合宿に参加した時のことをイメージしてね。 ああ、なるほど。ああいう風に話を進めてるのか、そういうネタを使ってるのか。だったら自分の時はこういう風にしようかなっていう風に考えながら参加していったら、今頃、もう億万ちょうどですよ。少なくとも1000万、2000万稼いでますよ。だって、3年 ?4 年っていう時間過ぎてるわけですよ。年間で、たった300万しか稼げなくても。4年間で1200万。どう転んでも稼げるでしょ、これは。で、これが稼げないってことは、 結局、できることをやらなかったってことなんですよ。こっから向こうまで、100メートルあるとしますよね。100メートルを、まあ、右与曲折でもゴールに向かって進めばよかったのに、なぜかね、遠回りをして遠回りしたんですよ。もう、新聞幹部ですよ。遠回りをしても、常にゴールに近づく遠回りならいいんですけども、遠回りをしても向こう行っちゃったんですよね。だから、 ゴールに向かっているもしくはゴールにたどり着いた私たちの目からはもう見えませんそういう人たちは残念ですかね結論として言いたいのは進むべき方向に進むことなのかなと思いますもっと言えばやり方が間違えていないそしてやり続けていればゴールにはたどり着くでしょうでも進むべき方向が間違えているもしくはやってもいない この2つが揃っちゃうもしくは片っぽだけでもねかけているとそりゃたどり着きませんよ問題はお金以外にもたくさんありますからねお金だけが全てじゃないって言うでしょそうなんですよお金の問題解決しても人生の問題何にも片付きませんからねどうでしょうだからお金の問題ぐらい片付けましょうお金はやれば稼げるんでもう何度も何度もね 吉谷さんと一緒にこのメッセージを届けてますけどもやらないと金の問題ですら死ぬまでに片付かずに一体何だったんだろうみたいなね振り返りになっちゃいますということで50になった私からメッセージをお送りして今回は終わろうと思います辰吉丈一郎さんやっぱり生ける人はね生ける言葉を残してますね私もそういうふうに人の心に残るような言葉をどのぐらい行動とともに残せるのか それがこれからの新しい勝負になるかなと思いますいってらっしゃい